はい、皆さんおはようございます。今日の動画はですね、タイトル通りですね、はい、今日はいきなりレッスン動画始めたいと思います。はい、それとはですね、いきなりですけど、いきなり楽しいところから行ってみましょう。フィンガースタイルギター、右手で弾く基本的なところですね、指をどうやって弾くのかとかね、どの指でどの弦を大体弾いたらいいのかみたいなね、基本的な基本のキーのところをやったことがない方はですね、ぜひこちらの動画チェックしてみてください。はい、もしくは僕のサロンに来ると一から僕が個別指導で教えさせていただくこともできます。はい、それでは早速やっていきましょう。いきなりですけども、サビのね、一番楽しいところからやっていきましょう。まずはですね、 C コードを押さえてもらって、サビは、はい、これはですね、親指の動きをまずトラビスピッキングのパターンをですね、確認しましょう。これはですね、これですね、はい、やったことない方はちょっとね、こんがらがるかもわかんないですけど、このパターン親指だけで弾くんですよね。 C コードを押さえたら5弦、4弦、6弦、6弦 C コードないじゃないかと思うかもしれないんですけど、この5弦を押さえてた薬指を6弦にシフトして、また4弦弾く。5、4、6、4弦。はい、こんな感じです。で、ミュートしてますね。パームミュートです。で、このメロディーはですね、この1弦と2弦を、まあ、3弦が自然に鳴らせればなおいいですね。はい。同時に弾く。で、パッとミュートする。これですね、右手も左手も両方使ってミュートしてます。じゃあジングルベールのとこですね。はい、このパッパッパー、3回目は伸ばすって感じですね。こんな感じです。で、ミュートはですね、あのパームミュートは6、5、4弦を必ずずっと押さえたままですよね。ここに当ててます。だけどメロディー弦ですね、この1、2、3弦はミュートしないという感じでやると、はい、こんな感じです。で、ゆっくりやりましょう。はい、で、次ですね、はい、ここもですね、親指のパターンは一緒、ベースライン一緒ですね。で、弾く弦も一緒なんですけど、はい、で、小指だけね、1弦の0から3に、で、2弦は相変わらずここね、一緒に弾くと、なので5弦と一緒にこの音、このベースライン4弦と一緒にこの音ですね。次が、はい、同じ要領でこことここ弾くと、今1、2弦弾いてましたけど、次は2、3弦ですね。はい、これもゆっくりやってみてください。最後鈴が鳴る、伸ばして伸ばしつつ、このベースラインを刻み続ける、ここ重要です。はい、じゃあ次いきます。次はですね、 F コードですね。はい、 F なんですけれども、とりあえずですね、5弦は弾かない、なのでこういう小指を省いておいてください。こんな感じです。はい、これで、ね、わかりますか。はい、ベースラインは6、4、6、4ですね。で、相変わらず1、2弦を弾いてて、3弦が鳴ればなおよしみたいな感じですね。はい、はい、で、また C に戻るんですけど、こんな感じです。はい、わかりますか。ベースライン5、4に合わせていくのは、この1弦の1、0をミュートして、はい、で、次は6弦と3フレットと1、2弦ですね。さっきと同じ1、2弦を弾いて伸ばすと、ベースラインはこの6、4のパターンを弾くと。なので、はい、で、次が
G なんですけど、今はですね6弦の3フレットしか押さえてません。でベースラインがですね、ここなんですけど、同じ6弦4弦行ったり来たり、はい、で1弦開放一緒に弾いて、はい、6、4のタイミングでこうですね、2弦3弦3フレット0フレット弾いて、こんな感じで切ります。Cと同じ要領でね、1弦2弦を同時に弾いたり2弦3弦を同時に弾いたりしてます。で同じですね、僕は指でバーンって弾いてますけど、例えばこれでも全然いいですね。でまたで2回目のジングルベール2回り目がってなります。ちょっと響き変わりましたよね。はいはい、ここは一緒で、2回目が人差し指を、2弦にあったんですけど3弦の1フレットに持ってきてください。で2弦は弾かないでください。で親指の以外の2本の指で1弦と3弦を弾くんです。そうするとなりますね。今までは、はい、これが C の響きで、ポジション移動、人差し指だけ頑張ってポジション移動してこうなります。で2弦を弾くと違うコードになっちゃうんで、ここは2弦を弾かないでください。なので、はい、2弦はミュートというか触らない。はい、でまた同じ一緒一緒で次、はい、でベースラインは上がっていく、メロディーは下がっていくっていうのを一緒にやるんですね。これね、慣れるまで時間かかるんですけど、ゆっくりやってみてください。はい、伸ばしてベースラインは続く。で A メロに行きます。で A メロは C コードのまんまでベースライン一緒です。各コードのベースラインは全く一緒です。でこのコツなんですけど、メロディー切らさないでください。 C コード押さえたまんま3弦の開放、1弦の開放ね、両方鳴ってるでしょ。これ止めないまんま、これ鳴らすまんまでやるんですね。はい、3弦開放1弦開放、小指を使って2弦の3フレット離して1フレット、3弦開放に戻る。さあベースラインと合わせると、同時です、同時に弾きます。どうでしょうか。こんがらがると思うんですけど、辛抱強く練習してみてください。このクリスマス時期ですね、クリスマス終わって正月ぐらいまでこれ練習するといいんじゃないかなと思います。慣れるまでここばっかりやるとかね、はい、慣れるまではゆっくり、もっとゆっくりやってもいいですよ。でもう一回りはここまでいったら、はい、で僕グリップ式でやってますけど、これも全然いいです。はい、これでやってみましょうか。で今鳴らしてんのはメロディーはここだけ、この指ですね。それと人差し指と中指、まだ制覇頑張んなくていいです。で次、わかりますか。こっから同じ、ここから人差し指の制覇はしなくていいです。だけどこの腹部分を使って1弦の1フレット頑張ってキュッと押さえると、で0フレットで小指を使って
2弦の3フレット。で、次が G に行く。はい。で、メロディーはここなんですけど、ベースラインは6弦4弦。で、またこれなんかベースラインが上がっててメロディーが下がってくるパターンになりましたけど、こうですね。ここはいいですよね。はい、1弦の3フレット3フレットに合わせてベースラインを6弦4弦。次がはいはい、同じ繰り返し。でもいいんですけど、でここ僕グリップというか親指でね6弦押さえてますけど、でもいいですし、ここねこうやってやってもいいです。はいはい、またことパターンです。でここの決めサビに行くぞっていうところはベースラインが、はい、今まで出てきたのはこのパターンが途中まで入っててだったと思うんですけど、このサビに行く前はなんですね、このベースラインのパターンをちょっと落ち着かせることで、あ、次に展開があるんだな、サビが来るんだなっていうね、そういう印象付けが、されますので、はい、でここでミュートして切る、これですね。でまたジングルベルが始まると、全く一緒です。で次なんです。同じですか、ここもですね、僕はってやったり、その時によってね正直気分で変えてますけど、今回はこうしましょうか。終わりなんで、もう一回で最後が、はい、こんな風に弾いてます。でここですね、ここまでいったら次 C に戻ってたじゃないですか。 C に戻るんじゃなくてこっちの C、 ここですね、6弦と4弦だけ押さえてるんですけど、6弦と4弦、まあ5弦押さえてもいいんですけど、僕は印象付けのために、はい、でこの押さえたまんまですよ、押さえたまんま、はい、この決めフレーズを弾いてます。ここはですね、僕は親指と人差し指でつま弾いて、はい、で余った小指で12フレットのハーモニクスですよね。はい、わかりますか？このね、フレットとフレットの間を押さえるじゃないですか。ポジションを押さえるときって。そうじゃなくて、軽くこのフレットの真上の弦に触れて、ピッキングすると、ハーモニクスになるんですね。それの1から3弦までを小指でやってます。なので、はい。なんかピックでシャラーンってやって。はい、これだけですね。はい、シンプルですけれども、基礎練習っていうのはね必要になってますが、基礎練習、基礎テクニックがねしっかり身につけば割と簡単にできるかなっていう感じです。なので成長曲線がですね、この、なだらかなんじゃなくて、こう基礎練習を頑張って頑張って頑張ってできるようになったらいきなりパーンってね伸びるような成長曲線にフィンガースタイルギターってなると思いますので、この状態はね辛抱が必要ですが、その後楽しいギターライフが待ってますので、はい、ぜひ皆さん頑張ってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。もっと簡単なところからですね、フィンガースタイルギター習ってみたい、もしくはもっといろんな曲を学んでみたいという方はですね、僕のサロンぜひ覗いててみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、それでは今日はここまでです。ありがとうございました。
下から2番目、2番目に太い弦の3フレット目、1、2、3ね、このナットから見て